こんにちは。今日はすごく簡単なことにたどり着くまで人は多くの時間と経験が必要だ。こちらお話ししていきます。ちょっとわかりづらいんですが、えー、話していく中で解きほぐしていきますね。記事を読んでいきます。これは言葉で 言葉って脳の,脳の中の理解ですね。理解することと実行に移せる、生活に取り入れることですね。ことの間に経験と時間という心が理解する必要があるからだ。この心が理解するという感覚は王の思考であり、これから働く心の作用である。今はまだ心ではなく、 感情と理性が働いて、喜怒哀楽のように感情が上下してしまい、本当に今この瞬間に必要なものやことを頓挫させてしまう。つまり、腹が立つと、すべきことから思考が飛んで、腹の立ったことへ意識は向いてしまう。例えば、 料理をする際にこの状況になると、包丁で手を切ったり、油はねで火傷したりというミスを誘う。刃物や油という危険物を扱っていることから意識がそがれてしまうためだ。時には段ボールや紙でさえ扱いを間違うと指を切る。今しているものやことに集中する。 たこれだけのことさえも意外とできずに心は時間を超えてあちこちに飛んでしまう。心が飛ぶから未来につかむ幸せが遅くなるのだが、まとめ何かをしながら他のことを考える習慣を変えるとあなたの苦労も減ってくる。この簡単なことを実行するのはまだ難しい。 はい、こちらお話ししていきます。えこの文章を書いたのは私ではありません。<laughs> と宣言してしまいますが、日本でって読みづらいですもん。春田が書いたんですが、誰か違う人が降りてきてますね。こ降りてくる人が定期的に変わるんですね。3ヶ月とか半年ぐらいで。他の方が降りてきてるようです。 ちょっと分かりづらかったんですが <coughs> 言葉で脳が理解するということっていうのはこれ理論が分かっていても実行できないでしょっていうことのようですよだから頭で価値になったら意味ないよっていうことを言いたかったみたいですでどんなに理論で分かっていても生活に実際に取り入れるという実行 実行に移せる人はいるの実行にちゃんと移しているという問いかけのようですね。で、心が理解することによって習慣となる。気づけば身についている。ということに、心と今、時間ですね。今が一致する生き方をしてくださいね。王の思考です。 ということです。結論としてはここ。何かをしながら他のことを考える習慣を変えなさいここ。ここですね。このことがこの今回の着地点です。で、これができない理由というのを挙げてるんですね、途中で。どうしてを解説してるあたりがその思考だよねって思ってはいるんですが、 まあ、その思考が抜けきれない人にとっては、やはり、ある程度、あ確かになと思うね。ことを説明していきたいです。まず、まだ心ではなく、感情と理性が働いて、喜怒哀楽のように感情が上下してしまい。ここですね。ここがものすごく大切で、感情っていうのは感じる上、 情っていうのは、感じるについたゴミですよね。要は、何か物事が起きた時に腹が立ちましたね。腹が立ったのが、何かが起きた時だけ腹が立ったなら何の問題もないんですよ。一瞬バーと腹が立って、次の行動に移ったらもう忘れちゃうっていうのはいいんですよ。 後から振り返ったとき、なんで私あんなに腹立てたのかなという人は問題ないです。腹を立ててもいいです。ただ、腹を立てた後に引きずる人いますよね。運転してるときに考えちゃったりとか、家に帰ってきて考えちゃったりとか、電車の中で考えちゃったりとか、ね、子育てしてね、子供の相手しながら腹立ててるとかね、旦那さんに文句言ってるとかね。 こんなことがあったのよ、とかね。言ってるとかね。いうことが起きたときに、感情と理性。理性っていうのは、その、腹が立ったことに対して相手を殴るとかね。相手に復讐するということはしないですよね。腹が立っても。これが理性で止めてる部分です。この感情と理性がうまく働いて、ただ腹が立つということが起きてるわけですが、 本来、今この瞬間に必要なものやことっていうのは、腹が立った瞬間は腹が立つということを実行してもいいけれど、この腹が立ったことが終わった後は、この問題について、すべての時間で引きずると、 引きずった分だけ未来にやってくる幸せが遠のきますよというお話です。例えばキッチンで料理しながら腹が立って、料理してると包丁でね、手をそっと切ってしまったりとか、油炒めした,た時に油がバーンと跳ねて、ちょっと水が入っちゃってね、火傷したりとか、いうことが起きるんですよ。 刃物をいじってるときに他のことを考えたら絶対いけないんですね。えっと、先ほどじゃがいも切ってたんですが、じゃがいもの皮切って、じゃがいものこう刻んでるときに、ああ、この色は北明かりだよな。これは男爵だよな。どうやって料理しようかなって。これはいいんですよ。でも、ここになんとかさんのことを考えて、 料理してはいけませんよね。じゃがいも切っているときにじゃがいもさんのことを考えているのはいいですよね。で、じゃがいもさんのことを考えながら料理している分には料理は美味しいんですが、不思議なことに、料理をしているときに他のことを考えていると、料理は美味しくないんですね。この感情というね、エネルギーが入ってしまうんです。まあ、料理をするときはできたら音楽でも聞いて、 楽しい気分でした方が美味しいものが作れます。ちょっと脱線しました。ま,あ、またね、意識が逸れてしまうためだっていう例に、段ボールでね、ばーっと手切ったりとか、紙でスッと手切ったり、こういうこともありますよね。これも、段ボールは危ないんですよ。手を切るものなんですから。紙だって手切るんですよ。これを適当に扱うから、 他のこと考えながら扱うから、怪我するんですね。作業しているときの五感というのは、物がどこにあるのか、自分が転ばないように動くにはどうしたらいいのか、ちゃんと物の位置を把握して、ね、何か考え事をして足元見てないからぶつけるんですよ。何か考え事をして手を動かすから手ぶつけるんですよ。考え いいことをしてもいいです。目の前で作業をしなきゃいけない人は作業をするということに集中していいんですが同時に作業をするために自分の肉体はどういう状態であるのか、ね、足元に物があるんだからこれに気をつけなきゃいけない手は、 左右に広げた時に物にぶつかる。だからこの物にぶつからない程度の範囲で手を動かさなきゃいけない。という、ちゃんと意識があった上において目の前に集中しなさい。という意味なんですよ。だから、私、ドジだから怪我するんですは間違っています。ドジだから怪我をしているのではなく、その思考だから怪我をしているんです。あなたは周りを見ていない。 さらに、あなたは今目の前のことに集中していない。だから怪我をするんです。でこのことは、すごく簡単ですよね。あなたが集中すればいいんですよってね。ね物があることに気がついて足一歩動かすのに、ね、ちゃんと物があるときは、どかして足を動かせばいいんですよ。手をどかして動かせばいいんですよ。ぶつからないように動けばいいんですよ。簡単なことなんです。 包丁をいじってるときに、他のことを考えずに包丁だけを見て、どういった料理しようか、ね。この形にしたらどういう料理ができるのか、ぐらいは考えてもいいけど、他のことを考えずに行動すれば、包丁で手を切ることがない。実はこの間手を切ったんでね、手を切ることに集中しちゃいましたが <laughs>、この間の2回ほどやけどしたんで <laughs>、今月は、やけどとかね、火に注意っていうのをキーワードで上げてますよね。すでに3回、4回か、やけどしました。 これ自分でできないから言ってるんですからね皆さんのことを言ってるわけじゃないんですよこれ思い当たる人は考えてもらえればいいですがこの簡単なことにたどり着くまで多くの時間と経験が必要だというね反省したんですよ8月の初めにやけどに注意って言ったにもかかわらず何度も指をね やけど、手のひらと指をやけどしました。あの、880度のお線香を先端ね、ちょっと扱って施術するんですが、それを手に押し付けてしまったんですね、3回ほど。まったくドジだなって自分で思ったんですが、ドジなんじゃないんですよ。動かしている最中に自分の左手がどこにあるのかを、 認識せずにパッと右手で動かしたんですね。でツンと刺したんですね。まあ、これはまさに何かをしながら他のことを考える習慣なのかもしれません。まあ、これは何度も何度も警告しとしてやってきてますよという意味も含んでいます。怪我をするっていうのは警告なんですよ。で、この警告に従って 実行できなかった場合、何度も怪我をした場合、大きな怪我が待っています。小さな怪我っていうのはね、5回ぐらいやったら、大きなの引きますよ <laughs> あの。私もあの、包丁でザクッとやって、指切り落としそうになったことが去年ありました。その前にやっぱ何度もね、やっぱりスライサーでやったり、包丁でザクッとやったり、 はてには、あの、ハサミで切ったりとかね。<laughs> やっちゃったんで。やはり、警告がなされてます。あなたのミスは確実に、何かの警告も含まれてるので、まず、目の前に集中するということ。あなたが今集中せずに考えてることは、考えるに足りないこと。意味のないゴミなんです。<laughs> 実は。もし、 必要なことであれば、机に向かって紙を置いて、この紙の上に書いて、何がどうなっているのかを解き明かして、自分は今何をすべきか、という思考になります。ならずに、料理しながら、運転しながら、運転しながら危ないですよ。事故になりますからね。あの、電車に乗ってうとうと寝ながら考えようとしてると、乗り過ごしたりとかね、しますので、こういう現象が起きたときは、 あ自分の意識が今この瞬間から飛んでるなと思ってください。じゃあ未来のことを楽しむために考えちゃいけないんですか予定立てちゃいけないんですかというねえ、質問が来ると思います。予定を立てるのは本来2、3日。何日か前にフラットさあ行こうかな。こういうことしようかな。という予定を立てるのが本来は 良い形なのですがまだ移行期、ね、心が働いてないので、しばらく先にあることを楽しみにするということが発生する。または、未来にある、ね、やらなきゃいけないことに不安になるということが発生しますよね。まあ、これは一番いいのはありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうという言葉で、自分の中の浄化をするのが早いのではないかと思います。 結果として、たくさんの時間と経験は必要なんです。だから自分を責めずに、今回の話,話で思い当たる人は、まず自分がぼやんとしている部分、しっかり認識してから行動する。これを実行してみてください。今日はここまで。またね。